こんにちは、くまみきです。今日もかわいいモンスターカフェに来ています。エボリューションオブザ原宿ファッション。この番組では毎週土曜日、今まで原宿で流行ってきたいろんなファッションとかメイクをジャンルごとに紹介していくのと、あとね、他にもいろんな流行とかギュッと詰め込んで皆さんに紹介したいと思います。今回はこの後ろのマカロンにぴったりなロリータファッションの紹介なんですけど、前回のデコラファッションまだ見てないという方はそちらもぜひチェックしてみてください。ベースを塗った状態からスタートしていきます。カラコンは今回ナチュラルなブラウンのサークルレンズを使用していきます。ハイライトを目の下、眉間、鼻筋、顎の先に指で叩くように入れます。ブラウンのアイシャドウを上まぶた全体に塗ります。アイシャドウはラメの入っていないものがおすすめです。目尻に重心を持ってくるように塗ると離れ目であどけない顔に見えます。下まぶたの目尻3分の1くらいにもブラウンをのせてください。グレーのアイシャドウをアイラインを引くように細く入れていきます。下まぶたにも少し重ねてください。こうすることで目に奥行きが出ます。ラメ入りのホワイトアイシャドウを目頭にのせて黒目の下あたりまで伸ばしていきます。黒のリキッドアイライナーを目のラインに沿って引いていきます。目尻は少しはみ出し気味に長めに描いてください。先ほどのグレーのアイシャドウを使ってアイラインをぼかします。つけまつげはあらかじめ自分の目の幅に合わせてカットしておいて、つけるときは少し目尻側にずらしてつけます。マスカラを塗ります。上はつけまつげになじませる程度、下まつげはたっぷりと塗ってあげてください。眉毛は毛並みに沿って自然に下がるように描きます。眉マスカラで眉毛を明るくしていきます。色は髪の毛の色に合わせてあげてください。太いブラシで縦にシェーディングを入れます。チークを頬の高い位置に丸く入れます。ピンクのリップを塗ります。最後にグロスを少しはみ出るぐらいオーバーに重ねます。これでロリータメイクの完成です。ロリータはフランスやロココのマリー・アントワネットに憧れた日本のデザイナーが作り出したファッションで、見た目は洋風ですが実は日本の文化として世界的に認知されています。それでは今日はロリータファッションについて詳しくお話ししたいと思います。ロリータファッションって原宿のいろんなねファッションの中でもちょっとね特殊で、なんかここだけね独立した文化ができてるなって思うんですよ。ロリータファッションがファッションのカテゴリーとして認知され始めたのは1990年代なんですけど、もうね実は1970年には今のねロリータファッションの先駆けと言われてるね、もうガーリーでロマンチックなスタイルのミルクっていうお店が設立されてます。でその後もね影響を受けたいろんなデザイナーさんのところからそういったガーリーなスタイルのブランドがどん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 できていきます。70年って私まだまだすごい男性社会だと思うんですね。だからそんな中で女性のデザイナーがお店を出したっていうのは結構すごいことなんじゃないかなと個人的に思ってます。そして彼女たちのガーリーでロマンチックな世界を拡散させたのが1982年にできたオリーブっていう雑誌です。私もねこれ小学生中学生ぐらいの時まであったのかな、何度か読んだことがあるんですけど、すっごい独特でね、この少女趣味っていうかそういったねもう女の子がとにかく好きな世界観がギュッと詰まったね、ちょっと不思議なテイストの雑誌だった記憶があります。こういった少女趣味なデザインがどん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 ね人気になってって、1990年代にはロリータファッションっていう表現が認知されるようになりました。次第にビジュアル系のバンドブームがやってきて、そこからねゴシックでエレガントなゴシックロリータっていうファッションができたり、あとねそうゴスロリー、アマロリー、あとクラシカルロリータとか、あと和風なロリータとか、あと最近だとスチームパンクとかもどん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 細分化されてきて、いろんなねロリータファッションが今は存在しています。
本来全く別物であるはずのパンクロックもね、なんかサブカルってして結構ね、ひとくくりにされることが多くて、結構そのロリータとパンクロックっていうのはね、近年関係性が近いものになってきてます。2000年代には映画7とか、あと下妻物語が発表されるようになって、だんだんロリータファッションが普通のね、そういう格好しない人にも認知されるようになって、2010年代になると SNS の拡散によってもう世界中にね、ロリータの人口が増えていきました。2013年には日本ロリータ協会っていうのができて、もう世界中でお茶会とかいろんなイベントが開催されています。お人形みたいにいつまでも可愛くいたいっていうね、もう女の子がきっと誰でも持ってるこの思いがね、ロリータファッションにはギュッと詰まってて、これからもね、このロリータファッションのファンは世界中に増えていくんじゃないかなと思ってます。はい、というわけで今日はロリータファッションについてたくさん喋ってみました。私もまだロリータファッションは5回もやってないくらいかな。クラシカルロリータとかスチームパンクとかまだ挑戦したことないのでね、いつかやってみたいなと思います。ロリータファッションやってるという皆さん、もしこういうのがおすすめだよとかあったらコメントの方で教えてください。あと質問とかリクエストもコメントでお待ちしています。というわけで今回も YouTube スペース東京とこちらかわいいモンスターカフェからお届けしました。お店の詳細については動画概要欄にリンク貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。